ーパー村山は今シーズンリーグ戦初出場ということになります。3バック右から宮部、大野、野々村、佐藤と隅田のダブルボランチ、右下川、左富山、トップ下菊井、そしてルカオと横山の2トップ、そしてこの2年間ほとんど右足痛で戦線を離脱していた田中葉山が今日はベンチに入っています。ピッチに立つことはあるのかどうか注目です。キーパーは囲い3バック右から鎌田、水本、美濃田、川上と持ちのダブルボランチ、右のウイングバックに石田、左に渡部、浮田と松橋のツーシャドウ、そしてワントップ船山と予想しています。ご覧の通り暫定の順位表上位の部分ご覧いただいていますが、松本には数字上は昇格の可能性が残されています。まず松本が勝ち、藤枝が敗れ、その得失点差17がひっくり返るだけのスコアが求められるということになります。浮田健生、ここから狙っていく、村山ナイスセーブです。さあ左サイドに流れたルカオ、鎌田の対応、そしてもう一度ルカオ、オフサイドありません。シュートを放っていく、枠の左でした。ここは遠目ながらも思い切ってフィニッシュまで持っていきましたルカオです。代わりにキッカーを務めているのが船山、そのまま巻いていってヘッドですが、ここは惜しいシーンでした。浮田健生が頭で合わせていきました。クロスバーのわずか上です。蹴る、直接狙っていったでしょうか。クロスバーのわずかに上でした。ここはハイプレッシャーに来る相模原、さあここは倒れましたがノーホイッスルです。左サイド横山がここにいます。さあ中央富山が上がっていく、横山のシュート、枠の右に外れました。そうですね、囲いが触っています。3センターバックの美濃田がここまで上がっていきます。中央跳ね返す大野、もう一度美濃田、川上のシュート、多めから放っていきました。村山正面で抑えています。少し自分で持って3センターバック中央の大野に預ける、右サイド下川、その外側を宮部が上がっていきましたがそこは使わず、浮田ボランチの川上、左へ大きく展開していきます。ここはカットします。このセカンド拾いたいところですが、相模原、美濃田です。仕掛ける前を塞ぎますがヘッド弾いた、ここは何度かクリアした。その後さらに浮田の足元というところだったんですが、ここは厚みのある攻撃を展開しました相模原です。ショートコーナー、中山から山田からパウリーニョ、下川のクロス、ルカオ、小松、さあ押し込めるか、クリアした、クロス入ってきて小松の頭決まったか、いやクロスバーだ、ポストピッチを叩いて悔しがります。枠に当たりました、クロスバーではなくポストに当たりました。さあここで田中ハイウマをどうやら投入するようです。さあサポーターから大きな拍手、1年9ヶ月ぶりのピッチです。下川に変えてここで田中ハイウマを投入します。これで5枚のカード全て使い切りました。1年9ヶ月ぶりチームのレジェンド、松本山雅のサポーターにとっては俺たちの誇り、自分の生き様を見せたいというふうに話していました。正直足もどのくらい持つかわからない、立ってみるまで全く未知の世界だというふうに話していた。さあその田中のクロスが入ってくる、富山入った、決めた、最後中山、田中ハイウマのクロスからそれを折り返して中山が決めました。
みんなで身を寄せ合います。最後は中山が仕上げました。この田中葉山のクロス、これを富山が折り返し、ここに詰めてきた中山でした。見事に得点に絡みました田中葉山。ああ呼びに入ってきたボール、野々村が勝って、さあルカオ、ここで長い笛が鳴りました。膝をついて両手を高々と掲げる田中葉山、最後ピッチに立ちました。短い時間ではありましたが、その生き様を十分に示せたと思います。山鹿の流儀、そういったものが自分自身示せなくなったらもう終わりだというふうに話していました。しかしそれをしっかりと表現しました。しかも得点の起点はこの人が作りました。長きにわたりチームメイトだったパウリーニョも抱き合います。そして今サポーターに挨拶をします。そしてこの両監督、清水商業の同級生同士、今抱き合って健闘を称え合いました。最終戦、松本山雅が見事に勝利しました。